慢性心不全症の心臓。それでは犬の心臓病について見ていきましょう。犬の心臓の代表的な病気が僧帽弁閉鎖不全症です。僧帽弁閉鎖不全症とは、名称の通り僧帽弁の機能障害が引き起こす病気です。僧帽弁は開放・閉鎖を繰り返すことで、左心房から左心室への血液の流れをコントロールしています。ところがこの僧帽弁が何らかの理由で飛行し、ぴったりと閉じることができなくなると、左心室から左心房への逆流が発生します。逆流が発生すると正常な血液循環が崩れます。僧帽弁閉鎖不全症の初期段階では、異常を示すような症状を認めにくく、血液が逆流する音が聞かれます。心臓エコーで見ると逆流は青く見えます。慢性心不全症に見られる症状。まず愛犬の状態を見てみましょう。風邪などの咳とは異なり、特徴のある咳をします。咳は不定期的に起きますが、運動中に急に起きたり、安静時でも明け方に起きることも多いようです。また散歩中に歩くことを嫌がったり、運動量が少なくなり、元気・食欲が低下することがあります。さらに気をつけてあげなければいけないことは、病気が進行していても症状が現れない場合があるということです。犬種によっては高齢期にならなくても発病することもありますので、動物病院での定期的な検診をお勧めします。慢性心不全の症状を軽減してあげるためには、生活環境を整え、効果的な薬の投与により病気の進行を遅らせ、健康な状態に近づけることが重要です。慢性心不全症のことをよく知っていただき、ワンちゃんの病気と上手に付き合いましょう。